今日水曜日か、ありがとうございます。水曜日、あ、平日の週間ですね。ゆずもいる？あ、ほんと？今日、違うわ、いつだ？今日が 25 だよね。だから日の24日になった瞬間にあの BFF が配信スタートしましたが、みんな聞いてくれてますか？あの、私ももう結構聞いてるんですけど、 SNS でたくさん感想が見れて嬉しいです。お、学校から帰ってる途中の子もいるのか。お疲れ、ごめんなさい、お疲れ様です。お、ゆっくりしてる、いいですね。お、今聞いてた、嬉しい。 BFF 嬉しいな、みんな。みなみ今日はかわいい。ゆちゃんありがとう。なんかはず、結構 BFF 好き。あ、まだ聞いてない、絶対聞くべきです。本当に好き、あの曲。なんか友達からも連絡かけました、かわいいこの曲みたいな。本当に私も好き。毎朝寄り道と一緒に BFF 聴きながら通勤してます。嬉しい。お、BFF ってどういう意味なんですか？ベストフレンドフォーエバー。あ、そうです、合ってますよ皆さん、ベストフレンドフォーエバーです。だからこう結構歌詞の中にもなんか話してるような歌詞がたくさんあるんですよ、途中途中で。なんかあの彼とはどうなったとか、そういう歌詞、話してる、電話で話してるような歌詞があるから、なんかそこも可愛さがあって好きですね。私も今日は BFF 聞いて、なんかシャッフルで確か聞いてたんですけど、その時に BFF と寄り道がこう連続で流れて、なんかあ、いい曲って我ながら思ってました。リリーベで先日初めて披露して、もうなんだろう、みんなだ、その初リリーベ初日があの配信も何もされてなかったので、だけどみんなこうこうやってやってくれて、こうやって手拍子してくれてめっちゃ嬉しかったです。ありがとうございました。今週は大阪と名古屋でイベント、リリースイベントあるので待っております。BFF まだ聞いたことないねんけど、リリーベで初めて聞くか、今聞くか、うわぁ、え、でもちょっと聞いててほしい今で、リリーベでなんか聞、リリーベでも聞いてほしいなっていう、なんか欲張りなのかもしれないけど、え、聞いてほしいな。思ってたダンスといい意味で違くてときめいた。本当に、確かに、なんか今さらっとちょっと振りしちゃったよね。危ない危ない。私の好きな振りどこだろう。あ、でもあれか、あんま踊っちゃってもあれか。まだ一回しかパフォーマンス披露しないから、まだちょっとやっぱりその何、BFF パフォーマンスはちょっとドキドキしますね、私。うん、髪はどうやって結んだの？これは普通に髪の毛グッて全部持ってきてペッてやりました。すいません。でも簡単だよ。ガールズガールズのところが推しです。お、公式さんそうなんですね。そう、掛け声があるんだよね。曲中に。
なんかだからそこをファンの方もベスティーズとかガーズガーズっていうところがあるから、そこもみんなでできたら面白いよねっていうのをみんなメンバーでも話してました。そこラパンチェルみたい、嬉しい。好きだから、プリンセスの中で一番好きだから嬉しい。すいません、説明全部基本、確かにそうだったかもしれない。でも結構擬音使っちゃうんだよ、なんか関西人出てるのかなこれは。確かに。でもね、道とか聞かれた時なんか難しいもんね。ここまっすぐ行ってなんかペット行ったらみたいな、よく言っちゃうから、関西あるあるなのでしょうか。高校卒業したら染めますか？ちょっと染める予定ない。なんか卒業したら染めたり、なんか弾けたいなと思ってたんですけど、なんかちょっと今そういう気分じゃないっていうか、だからまだする予定マジでないですね。卒業しても一旦は多分このままでいる。でもすごいなんかね、ずっとこの髪だからなんかちょっと変化欲しいなってたまに思うんですけど、その切り方とかなんか変化欲しいって思うけど、どうやって変化つけたらいいのか分かんなくて、だからずっとこの髪ですね。ね、公式さんが止めませんって。でももういろんな方に言われる、確かにまだ染めなくていいよじゃないけど、卒業してもまだ染めなくていいよっていうのはよく言われます。でも怖いんだよね、やっぱ髪染めるってね、結構勇気いる気がする。だから自分にどんな色似合うかとかもそうだけど、まあ一旦卒業しても染めないよっていう。絶対配信でなんかその髪染める問題の話出てきてる気がする。わかんないけど、東京公演行こうか悩んでるから見に決めてほしい。東京公演ってファ、ミニのあれ、東京公演、来るしかなくない？そうですよ、来るしかないよ。ピアスも開ける予定、ないね。なんかなんだろうね、なんか新しいことあんま求めないんだよね自分から。なんていうの、例えば新しいことに挑戦っていうのがなんかあんまり自分からできないタイプで、だからピアスも開ける予定ないですね。でも人の見ててめっちゃ可愛いなって思うんですよ、ネイルとかも。だから開けないね、今は開けない、一旦はね。カラコンはねよくしてますよ、今もねしてるんです。実はカラコンもでも挑戦できないんで、なんかでもこの間クレアちゃんになんか黒髪が似合うこのカラコンなんかみんなに紹介しようと思ってたんだみたいな、なんかまず私がなんだっけ、クレアちゃんのカラコン可愛いって言ったら、これミナミに似合うと思って紹介しようと思ってたんだみたいな言ってくれて、だからそれを今度買おうかなって思ってます。人に教えてもらったりしないとなかなか自分からこうつけてみようってならないんですよね。だからクレアちゃんが教えてもらったのカラコンを一回試してみようかなって思います。私の MBTI は、ISTP です。ISTPA です。I です。ISTP。S? ちょっと他がわかんない。あ、計画的じゃない。っていうのもあるよね。あと、P って。あと何なのかちょっとわからない。
カラコンは本当にメンバーにいろいろ教えてもらってます。このリップは新しいやつ、あのね、なんだっけ、ラジオでお話ししたのでまだあれだね、まだあの公開収録の時にお話しした取れないリップと最近ゲットしたグロス塗ってます。チュルチュルが、うんうん、最近はチュルチュルが好きなので唇はチュルチュルにしがち。最近みなみちゃんと同じことしか ISTP のいいとこないね。 ISTP って本当になんかいいこと書かれないんですよね。だからちょっと悲しい。え、なんかついた、出た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 よ、なんか つくやつ。本当に ISTP いいことがない。まあまあ、でも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 、身長は164です。確か変わってなければ。でも本当に多分止まったと思う、身長。悲しいね。え、すごい、よりみちゃんダンス今覚えてるの、すごい、すごすぎる。でもなんだろう、サビのダンスは手元の振りが多いからぜひ踊ってほしいね。いきなりキティちゃんびっくりした。なんかね、昔配信した時もこういうことあったんだよね。だからまあまあまあ、そういうこともあるよね。じゃあもうすぐ20分になるので、CL 配信の方に移動しましょうかね。 CL で配信したいと思います。だからなんかスクショタイムでもしますかね。10分ちょっとしかやってないですけど。だからみんななんかポーズあればやります。送ってください。何がいいかな。猫耳あ、明日お誕生日、おめでとうございます。そうだよね、昨日誕生日の人もいれば今日誕生日の人もいて、クマクマ、クマ、あとなんだあと1個ぐらいしましょうかね。ウィンク、はいこんな感じですかね。皆さんぜひあの可愛い写真載せてください、お願いしますあとはハッシュタグよりみちアンダーバー、違う、ガールズガールズアンダーバーよりみちですね、をつけてこれからも投稿してくれると嬉しいです。ということで、CL に移動しましょうかね。はい、ということで皆さん CL 配信この後すぐするから移動一緒にお願いします。じゃあ後ほど、バイバーイ。